はい、こんにちは、道光です。今日は神社の系統ってたくさんあるんでお伝えしたいんですけど、ここに書いてある以外もまだあると思います。パッと私が思いつくまま書いたんで、こんなにたくさんあるんですけど、八幡宮、これ宇佐八幡が中心で、いろんな代々木八幡とか、これ全国に2万から、これを4万社という人もいます。ちっちゃいの入れて、一番トップ八幡宮と言われています。あと、お稲荷さん、稲荷さん、狐、これもたくさんありますね。八幡宮、稲荷、これが多いです。あと白山、これ金沢の白山神社、くくり姫で、ちょろちょろと岐阜の方とかたくさんあります、白山。あと春日神社、奈良が中心ですけど、結構っていうところに春日があったり、ここの事務所の近くも春日神社ありますね、近くにあります。あと諏訪、この諏訪大社で、私よく高田馬場とかラーメン食べに行くんですけど、そこに諏訪神社ありますし、諏訪大社、日吉、あと熊野古道とかで、これは諏訪の系熊野。春日って書いてますね、春日書いたんで、あと住吉と、あとですね、出雲系と伊勢系ってあります。私ちょっと出雲で修行したこともあるし、伊勢神宮ツアーメインなんですけど、伊勢と出雲ちょっと違うんですよね。で、神社っていうのは各御祭神の神様が系統があって、最後は全部私は雨の御中主っていう中心の神様が集まると思ってるんですけど、例えばラーメンでも冷やし中華と日本のラーメンと、例えばネギが大きいラーメンとか、ラーメン家系とかありますよね。そういうふうにラーメンの流派が分かれると思ってください。怒られちゃうかもしれないけど、ラーメンの流派がいろんな分かりやすいんで、それが自分のテイストに合ったラーメンってあるじゃないですか。こってりが好きとか、僕は北海道なんで味噌ラーメンやっぱり好きですけど、博多ラーメンたまにいいなっていう場合は諏訪行ったり八幡行ったり両方行っていいんです。でも両方のただ神様に対してリスペクトと、私はここだけが好きってこだわりの人もいるし、全部行く方もいます。私は比較的日吉はあんまり今んとこご縁なんて言ってなくて、これから急にご縁できるかもしれない、そういう考え方がいいです。やっぱり八幡よく行きますね。大分の宇佐八幡よく行くんですよね。唐揚げが好きな理由よりなお大分に行きたいなと、宇佐八幡に行ってずっと行ってると、源氏の総本山、源氏の頼朝とかですね、八幡信仰だったとか、で鶴岡八幡も好きですね。静御前が待った鎌倉の鶴岡八幡も好きなんですけど、一番大分が好きでよく行くんですよね。大分に行きます。で、稲荷が好きな人で、やっぱり稲荷の本山の、私のクライアントの経営者ですごい儲かってる、稲荷で鳥居奉納してて、稲荷の伏見稲荷、京都に行くとですね、神社庁出てますから、もう自分で集客できるんで、鳥居を皆さん奉納してる経営者が多いですね。私は昔ちょっと苦手だったんですけど、最近好きになってきました。昔はなんかね、皆さんの念が多く感じたんです。なんか皆さんが俺を儲けさせてくれって念を多く感じたんで、あんまり行かなかったんですけどですね、好きな女性とか、みんなこういうの好きな人多いので、女性とか連れて行くことが多くなったね。私神社セミナーとかツアーいっぱいやってるんで、稲荷もよく行くようになって、宇賀の御霊っていう神様を好きになってきて、大好きになってきました。で、諏訪はもともと好きで、これはね、また新規ビジネス立ち上げするときとか、選挙で当選したいときは諏訪神社行ってくれ、諏訪大使行ってくれ、よく言うんですけど、最初の突破する神様としてはすごくて、古事記とかではですね、実は諏訪の神様っていうのは、武三日月っていう鹿島の神様に負けたってなってるんですけどね、地元の方々は負けてないって言うんですね。私も実は違うんじゃないかなと。よくね、大国主様の息子だっていう、神話には書いてます。私は弟なんじゃないかなと。答えはないんですけど、自分の中でさっき言ったラーメン屋さんと同じです。相性だと思うんで、会うところに行って、ただ掘り下げてください。調べて、そして、で、前行かなかった、あそこ合わないなっていうとか、あんまりネガティブこう言わない、後から好きになってることもあるんですよ。私も明日から日吉さんに呼ばれるようになるかもしれないです。で、神様に呼ばれる、神様が呼んでくれるんで、もう全部行ってもいいし、デパート行っても全フロア見ないじゃないですか。奥さんに連れられてて買って、伊勢丹行きますけど、伊勢丹も巨大で、もう行くブランド同じです。選んでられないですよね。もしかしたら本当はいいのあるかもしれない。でもまず行かないです。これが神社との付き合い方だと思います。でも最後は一つになるんだと。最後は一つですよっていうことを忘れないでいただきたいのと、やっぱり僕が一番お勧めしているのは伊勢神宮で、私伊勢神宮ツアーも13年やってますけど、伊勢神宮というのは125社あって、天照大神って日本の総鎮守が祀られている。日本のトップの伊勢神宮に行ったら大吉ってことで、伊勢神宮をおすすめしています。あとは仏の氏神と、あと私は八幡宮、自分の好きな神社と出会ったり、まだ行ってないとこ、あ、結構ここ合うなとか、住吉だとポセイドンの海の神様、海外とか活躍する人は住吉の神様に守られた方が面白いと、海外のビジネスしたいとかいうふうに捉えてください。以上です。はい。